少し休みましょう。傷は痛みませんか？大丈夫だ。それより町へ向かった方がいいだろう。思った以上に魔物が多い。でも、いえ、そうした方がいいかもしれませんね。私が小さい頃はこの辺りで魔物を見かけることはほとんどなかったんですけど、閃光の日の後からでしょうか、魔物の数が急に増えてきたように感じます。閃光の日？バイスさんは記憶がないんでしたよね。あれはバイスさんと出会う少し前ですから、もうだいぶ前のことになりますね。その日、突然発生した目もくらむような閃光に世界は覆われました。それは神々しいというよりは、世界を破滅させるような、神の怒りを思わせる稲光のようでした。後で聞いた話だと、光は中央の大陸から広がったということでした。どうしてあんなことが起きたのか、今も原因は分かっていません。ただそれ以来、中央の大陸とは連絡が取れていないようで。それから魔物がよく出るようになって、だから皆さん、あの光が関係しているんじゃないかって。私も。だとすればなぜあんな場所に一人でいるんだ？それは、バイスさん。来るぞ。下がっていろ。罪の一部とする。戦いに終わりはない。返すわけにはいかない。動くな。まだ終わっていない。
そこにいるんだ。でも姿ですね。神を殺した者がこの程度の魔物に後れを取るとは。神を殺しただと、一体何のことだ。聞きたいことがあるのは私も同じです。あなたとは一度ゆっくりと話し合う必要があるでしょう。その前にこの出来損ないを排除します。お仕置きの時間ですよ。さあいらっしゃい。手加減は無用です。戦いに終わりはない。